はい、ダイソーにやってきました。今日はですね、ダイソーのヤバそうな商品をひたすら撮っていくっていう動画を撮っています。はい、ゴッサンと一緒にね、はい、行きますよ。で、ちなみにですね、ダイソーはですね、店内撮影可能なんですよ。だから撮りまくっても大丈夫っていうね。はい、だからそこはね、はい、うん、考えずに撮りまくりましょう。撮りまくりましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。これやばそうじゃないですか。ああ、ちょっとこれあれですね、ちょっと尖ってますね、はい、これ痛そうよ、痛い、これやばそうです。これちょっとやばそうですね。はい、入りますやばそうじゃない。お、頭抱えてますよ。ああ、これちょっとやばそうですね、うん、ちょっとこれあれですか、病気ですかね。相当やばそうです。これやばそうですね。頭抱えてますよ、うん、打つかもしれないですね、うん、ごっさん、はい、このウサギやばそうですよ。あ、やばそうですね。これ色がおかしい。はい、だいぶいたずらされてますね、これ、うん、やばそうですよ、これ。やばそうですね。逃げ垂れてますからね、もうすでに。うん、確かに、はい、やばそうです。ちょっとやばそうですね、はい、これやばそうですよ、これ。お、どうですか。クマがナイフとフォーク持ってますよ、まあ、確かにやばそうですね、これ。ちょっとやばそうですねこのクマ、普通じゃない、これは普通じゃない、はい、これちょっとやばいかもしれない、はい、この辺ちょっとやばいんじゃないですか。やばそうじゃないですか。これやばいですね。この辺はちょっと危ないっていう、はい、危ないですね。危ないっていう意味でちょっと、はい、危ないやばいというか、やばいやばそうですよね。これなんか特に、あ、これやばそうですね、はい、うん、100均なのに300円という、はい、その時点で相当やばいと思うんですけど。あ、そうなんですかね。いや、俺的にはこの、はい、まあ、単に危険だからやばいんじゃないかっていう。ああ、なるほど、はい、うん、まあやばいです ね、はい、あっちに行ってないですよね。あ、ここ、ここ、ここ、これちょっと、この辺ちょっとやばそうですか。やばいですよ、この危険生物がいっぱいいる。いますね、ほら、はい、これあれですよ、これ手食べられますよ。あ、当たった、ほら、ほら、口開いてるでしょ、口開いてるでしょ。これテープしてられますよ、これ。これ危険ですよ。危険ですね。うん。うん、これ家に飾って夜見たら相当ヤバそうじゃないですか。ああ。これの2つぐらいこう置いてたら。確かに。相当ヤバそうですよね、これ。これ夢に出てきますよ。いや、出てきますね、うん、はい。これはちょっと。悪夢にうなされて、うん。しかもこんなにいますよ。何体いるんだって話ですよね。これ。こんだけ並んでるか。俺はちょっとホラーでしょ。ホラーですよ、ね。これ夜見たらホラーですよ、これ。ホラーですね。やばそうですね。バカ受け。バカ受け。全く受けないんですけど。あ、なるほど。そういう面でね。受けないですね。はい、うん。やばいですね。やばそうですね。はい、全く受けないです。うん、個人的には、はい、ああ、これちょっとやばそうかなと。パチパチパニック。相当やばいですね。これやばそうです、ね、これちょっとやばそうですよ、はい、口の中に入れたらあの大騒ぎするんですよ。ああ、大騒ぎ。どうなるんだって話でしょ、はい、やばそうです、はい、至る所にあります。ああ、確かにやばそうです。至る所にこういうのを置いて、はい、ホラーを醸し出してるんですよ。なるほど、演出してる感じですね、うん、そう、やばそうです。そういう意味では確かに、確かにですね、やばそうかも。あ、でも探せばね、いろいろありますね。ヤバ、ね、そうなものは。ヤバそうなものいっぱいありますね。はい、これちょっとヤバそうなんですか。ヤバそうですね。お尻に敷いててもずっと見られてるような感じがして。まあ、確かに。相当ヤバいですね。ヤバそうですね。顔だけっていうのってヤバそうですね。まあ、ヤバ、胴体がないものなんですね。はい、うん、相当ヤバそうだと思います。これヤバそうですよ。お、間違えて食べそうですもんね。あー、はい、確かにやばそうです。これなんかもうリアルすぎて、はい、本当に食べてしまいそうですよね。食べてしまいそうですね。ごさん、はい、これもちょっとやばそうです。やばそうですね。これもちょっとやばそうです。間違えて本当これリアルすぎるんですよ。リアルすぎますね。うん、これなんか本当リアル、本物なんですよ、これ、はい、じゃがいもかと思う。パッと見分かんないですよ、これ分かんない、本当マジで、はい、これちょっとやばそうなんですか。
1トンって1トンってどんだけ重いんだって話よ。おめっちゃ重たいって思ったらめっちゃ軽いですよ、ね、これあれですよこれ、はい、1トンってどういう意味って話でしょ。あそうですね、ね、はい、この、うん、犬の意味がわからないっていう、1トンっていう、ね、そういうことか、はい、やばそうですね、トンだ、はい、そうですね、今この辺ちょっとやばそうなんですか。というのも、いや、はい、今の時期ってちょっとあれですか、今冬でしょ。そうですね、冬にカブトムシとかちょっとおかしくないですかね。やばいです ね, ね、はい、そういう意味でちょっとやばそうだと。普通じゃないっていうか、普通じゃないですね、そのやばそうな匂いがします。やばそうな匂いがします、しますよね、はい、鼻だけに、鼻だけに、はい、やばそうですね、相当、うん、色がやばそうっていうね、色がやばそうですね、目がこう痛くなるっていう、そうそう、ね、ましたね、はい、ちょっとこの中で一番そのおっさん的にやばそうなものはどうですか、はい、うん、もうあの自分の中では決まってます、うん、どうでしょうか、はい、その中からさらにうちのバイヤーが、そうですね、本当に多分おっさんがこの広い店内のこのたくさんある商品の中で一番やばい、やばそうな、はい、やばいと思った商品、ダイソーで一番やばいと思った商品です、はい、さあ先ほど向こうの方にありました、おう、はい、この辺にもいっぱいやばそうなものが、ね、まあ、あるけど、はい、まあ、その中でも一番、はい、一番ですね、まあ、これに勝るものがない、多分ないと思います、どれでしょう、はい、第1位はこちらのマネキンの、ね、マネキンヘッドですね、マネキンヘッドですね、これが、まあ、これがごっさん的には一番、そうですね、この店内で一番やばいのはこいつだと思います。なるほど、はい、夜置いてたら泥棒も、まあいい意味でもやばそうですね、泥棒も入ってこれない、まあ確かにね、はい、怖いですもんね、この窓からこう覗いてたら個人的にはですね、はい、お菓子コーナーにある、あ、なるほど、うん、あれですね、はい、いや僕ね、あの言葉がパニックっていうのダメなんですよ、はい、なるほどなるほど、パニック起こしたくないんで、はいはい、こういう言葉見るとねちょっとあの、あ、ダメなんですよ、パチパチパニックですね、はいはい、うん、心までこうパニックになってしまう、個人、そうそう、個人的にはこのパチパチパニックの商品が一番やばいんじゃないかっていう、やばいですね、うん、それは相当やばいと思います、うん、はい、うん、ですね、はい、っていう感じで、まあそれぞれね、ごっさんとこれね、そうですね、やばい、いろいろやばそうな商品、はい、はい、ということで、じゃあ行きましょう、あ、はい、こんな感じですね、はい、まあね、はい、どうですかダイソーは。ダイソーいいですね、いろいろやばそうなものがあって、ね、あ、すごくあのやばそうなものを見てすごい充実した気分になりました ね, ね、はい、はいはい、ということでダイソーでした、はい、ぜひ皆さんもダイソー、はい、やばそうのを見つけてください、はい、はい。